クモ・雲女のキスはアルゼンチンの作家マヌエル・プイグ・サクの小説。1976年にアルゼンチンで出版されてベストセラーとなり、1979年にアメリカ合衆国で英訳された。ほぼ全編がモリーナとバレンティンという二人の登場人物の対話形式で綴られており、途中で報告などとして挿入される文章はあるものの、いわゆる知の文は存在しない。 あとに、プイグ自身の手で擬曲化され、1981年に、マドリード・マルティン劇場で世界初の初演を迎えた。1985年には、レナード・シュレーダーの脚色とエクトール・バベンコの監督により映画化され、1990年代には、ジョン・カンダーとフレッド・エップの作詞、作曲によりミュージカル化された。舞台は、ブエノスアイレスの刑務所の国防の一室。 未成年者に対する性的な行為により、懲役8年を宣告された芸の女装男性の、モリーナは、社会主義運動の政治犯として逮捕された、青年革命家バレンティンと同室になる。モリーナがかつて見た映画のストーリーを語り始めたことが、きっかけで、いつしか二人は互いに心を通わせてゆく。しかし、実はモリーナは、 刑務所長からバレンティンのいたゲリラ組織に関する情報を聞き出すよう命じられていた。ところがバレンティンに情愛を抱くようになっていた。モリーナはゲリラに関する情報を聞き出すことができない。成果のなさに、所長は情報を探り出すことを諦めて、出所したモリーナがバレンティンの仲間のゲリラと接触することを期待し、モリーナを仮釈放処分とすることを決める。そして、 モリーナが仮釈放となる前夜、バレンティンはモリーナに自分が所属していたゲリラに伝言を伝えるよう頼む。モリーナとバレンティンの二人芝居。1990年の非公開上演後、1991年10月にロンドンのシャフツベリー劇場で改底初演される。1993年にはブロードウェイに進出してトニー賞を受賞するなど話題をさらい。 日本でも人気演目となっている。原作や映画版とは異なり、くのが主人公に設定されているのが特徴的である。ありがとうございます。